25日バンテリンドームで行われたドラゴンズのファンフェスタ。今年は秋の大運動会と題し、徒競走や綱引きで対決するなど、選手たちは普段とは違うリラックスした表情を見せていました。4年ぶりに復活した交流イベントでは、憧れの選手との記念撮影を楽しむファンの姿も。楽しいですよ、ね、すぐ近くにいるんで。また投手チームと野手チームに分かれて行われた紅白戦では、根尾昂投手がホームランを放つなど、3万5000人以上が集まったドームを大いに盛り上げました。厳しい打撃礼を来シーズンよろしくお願いします。1年間本当にありがとうございました。